1873年のジャニーの特許出願に記載された自動連結機を上から見たズイーライ・ハミルトンジャニーはそれまで使用されていたリンク式連結機を置き換えて現代において広く用いられている自動連結機を発明したアメリカ合衆国の鉄道技術者である。ジャニーはダニエル・ジャニーとエリザベス・エビス・ヘインズの間に1831年に バージニア州ラウダン郡で生まれた。神学校で短期間の教育を受け、コーネリア・ハミルトンと結婚した。南北戦争においては、アメリカ連合国で少佐の地位についていた。南北戦争後、バージニア州のアレクサンドリアにおいて、洋服屋の店員を務めた。そして昼休み時間を費やして、その当時の鉄道で広く用いられていた。 リンク式連結機を置き換えるという彼のアイデアを機能、塊から削り出して実現しようとしていた。1873年4月1日、ジャニーは現代の鉄道で用いられているナックル式の連結機について記述した車両連結機の改善という特許を出願した。1873年4月29日、 アメリカが衆国特許第138,405号として登録された。それまでの連結機は、連結にも開放にも、車両の間に連結手が入って作業する必要があり、連結作業に際して、死傷事故が絶えないものであった。また強度面から、列車の重量増大や高速化にも、制約となっていた。ジャニーの開発した、連結器は、連結作業は、 車両同士を接触させるだけで自動的に行うことができ、開放作業も簡単な取り扱いで済み、強度にも優れていた。ジャニーの自動連結機とジョージ・ウェスティング・ハウスの発明した空気ブレーキは、この時期になされた鉄道の安全性を向上するに大発明と言える。しかし、自動連結器も空気ブレーキも移行期間に旧式のものと混在すると問題が大きいことや、 特に空気ブレーキの装置は人命よりも効果とされたことからなかなか普及が進まなかった。その後鉄道の安全性向上を求める社会の声の高まりに応じて1893年に鉄道安全装置法が成立しアメリカのすべての旅客鉄道において自動連結機と 空気ブレーキの装備が義務付けられ、移行作業のための7年間の猶予期間を置いて1900年から実施された。これにより、鉄道の安全性は大きく向上し、その後の輸送力増強にも役に立つことになった。ジャニーは、アレクサンドリアにおいて、1912年6月16日に亡くなった。ありがとうございます。